クレームは一切受け付けません。はい、ということで始まりました、中曽根泉のクレームは一切受け付けません。今はですね、HY はレコーディング中でございまして、はい、なのでメンバー全員いるので、せっかくなので、今回は、メンバー全員に参加して、もらおうという企画でございます。おーい、何ですか今日は。ちょうど今レコーディング中じゃないですか、うん、で私たちの本業といったらやっぱり音楽っていうこと で、うん、で音楽といったらね、もう昔からこうもう馴染もう親しみ馴染んでるので、うん、もちろんその音楽の音間違えるはずないですよね。ということで、うん、今回は絶対音感ゲーム。はい、マネージャーが音を鳴らします、うん、その音を当ててください。もう本当にすごく単純なシンプルな問題で、で黒鍵は使えません。はい、でもイースだもん、得意でしょこれって、って思った、うん、って思った。イズよ、全部噛んだから絶対音感はあるじゃないですか。そうなの、ね、私あのピアノやってるさ、で、ピアノもやってるし、だけど譜面読めないんですよ。で全部ミニコピなんですよね、基本的に。で音を見つけるとき、探すときっていうのも全部もうあの勘なんですよ、うん、本当に。なんだろうな、もう私流でやってるので、うん、逆に絶対音感はもうそもそも持ってないんですよ。そっか、持ってはいないんです、うん、ほら絶対音感の人、ほらこの音だけでもほら何とか言う、うん、あ言うね、私こんなの全くないので。ミュージシャンは全員が全員ね、絶対音感を持ってるってわけじゃない、うん、もちろん僕も持ってないし、うん、これちょっと楽しみですね。1問目、うん。はい、分かった、はい、分かった、はい、分かった。最初だから、もう俺も分かった分かった、うんうん、これどんな人、みんなで、うんうん、もう答え言うよ、うん、はい、みんなで一斉ので、はい、一斉のでドン。一人ずつ、そうなの、僕ソ、ソミ、ミ全然不正解です。嘘、ほらな、ほらな、そうなの、何、うん、ファ、あ、近いところでしたね、近いところでしたね、はいはいはい、もう俺たちダメだ、うん、もうダメ、もうダメ、もうダメ、分かった、もう一回、はい、もう一回、第二問、はい、2問目、はい、どうってこの音だったの、分かった、あ、分かった、はい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 、いいぜ、はい、せーの、ラ、一人ずつ、いいでよ、C、俺も C、俺も C、え、シンスケッチ、なんでなんで、いつちょっとじゃあバッペットも計算、はい、C、正解はラです。あー、ラだった、もともと、はいはい、いやー、マジか、すごいな、次いきます、もう忘れてる、もう忘れてる、そもそもどう、はい、分かった分かった、どうの音もう忘れたから、もう分かった、はい、もう他のも、はい、今分かった、はいはいはい、せーの、みー、おー正解です、おおやばっ、いつもう何も考えない、何もできたのに。じゃあ次いきます、はい、あ、はい、はいはいはい、これもう分かったじゃん、はい、だって、うん、これも分かるよ、うんうん、もう分かった、一斉ので、ドレレレで、はい、せーの、ドです、イエーイ、次5問目いきます、え、いこうか、いくよ、はい、せーの、ドパ、これし、俺ドっつったラ、シュンさん正解です、今C、低かったのもんな、低いし、あ、こっちか、C、どうの次の、あ、汚い、あー、OK、次行こう、はい、行きます、はい、いっせーので、そう、
はい、そう。僕、し。そう。どう高いと。正解は、しで、そうです。あー、やったかっこいいね。かっこいいよ。シーン。OK、はい。いっせーので、バ。はい、ファ。ファ。ド。ド。正解はレです。マジか。まずもっと高いレやな。上行ったね。上行ったね。はい。今ヒデさんが1ポイント、 もうかんかった、1ポイント、あと3人が3ポイントです。じゃあ、いきます。はい。もうかも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 か。はいはいはい。あ、わかった。はい、OK。いくよ。待って。分かった、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 もうこれは、はいはい、一緒やな。いっせーので、レー、あ、正解、レ、レ、俺、はい、レー、ファーだ。正解は、ミです。なぁあいだ。じゃあ、あと2問、はい、いきます。もう出て、あ、分かった、これ分かった、これ分かるでしょ、分かるでしょ、はいはいはい、せーの、ラ、ド、僕ド、あ、どうか、え、ラ、ラ、正解はラです。わーっよ、マジか、なんでどこかドの音やろ、なんかどこかドーンみたいな抜け感がどうだったよ。やっぱり自分を信じた方がいいな。お前たちの前もお前でしたことごとくさっきから間違えて、いつもあれこいつは多分どうって思ってんだ。でもどういうこと、今、うん、ヒデさん1ポイント、うん、しんすけさん4ポイント、うん、しゅんさん3ポイント、あ、もうじゃあ、うん、伊豆さん4ポイント抜けていいぐらいじゃない、だって100点気持ちいい、いやいやいや、おかしいだろ。あ、もうやるか、じゃあ、はい、はい、最終問題いきます。はい、もう一回、はい、聞き直しさ、ラスト1回目です。ラスト、うん、いきます。はい、よかった、大体分かった、はい、これこそじゃないけど、もう分かった、はい、俺だけ気にしよう、かった、はい、これこそだな、行きましょう、うん、せーので、ラ、ファ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 、絶対で、ラ、はい、ラ、ファ、で、ミ、正解はレです。おっしゃ、そんなことある、いや、お前絶対俺しか言ってない。じゃあ抜けていいんですか、僕はもうレコーディングいってきますよ、うんうん、頑張ってきますね、はい、なんか気持ちよくいってるな、これで、すいません、巻いております。はい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 、じゃあ次いきます、はい、これこそ、いっせーので、ファ、はい、ド、ファ、ソ、正解はファです。おー、じゃあラスト、うん、オッケー、うん、来た来た来た。一緒だったらもう一回。せーの、そう、正解です。はい、どんどん行こう。次行きます。はい。はい、はい、はい。せーの、ド。じゃあ次行きます。もう一回、もう一回。はい。はい。一、せーの、で、ファ。そう。ファ。正解はファです。やった。
で行かないといけない。ダーッさん。無理やりだわ。よっしゃ。ということで、今回のなんだっけこれ、音当てクイズ。会社はですね、はい、新里秀樹さんということで、ヒデに今からですね、レコーディングの差し入れを、買ってきてもらいたいと思います。あー、よかったー。